1900年代初めにセント・マリーザ・クラウンズ協会のすぐ外で撮影されたメインストリートの写真メインストリートはイギリスの海外領土であるジブラルタル市街の主要道路メインストリートはジブラルタルの主となる商業地域である道は南北に伸び歩行者天国の旧市街を通り立ち並ぶ建物はジェノバ様式ポルトガル様式アンダルシア様式ムーア様式 イギリス摂政時代様式が混在しており、ほとんどの建物は1階が商店に2階から上が住居か事務所になっている。観光客はイギリスの街の本通りによくあるような様々な種類の商店をここで目にすることができるだろう。またジブラルタルは自由港であるため、電化製品、時計、貴金属、香水、酒、タバコなどを 免税価格で販売する店舗もメインストリートには見られる。アイリッシュタウンはメインストリートの一部で19世紀初めにジブラルタルがいくつかの区域に分割された際に名付けられた。ジブラルタル市街の中心部はジブラルタル遺産トラストによって広範囲にわたり保護されており、継続的な建築物保護プログラムの一部に組み込まれている。グランドケースメイツスクエアは メインストリートの北端にあり、かつて公開処刑は主にここで行われた。今はジブラルタルのナイトライフの中心地であり、多くのレストラン、パブ、バーが軒を連ねている。ありがとうございます。